どうも、ゆうぴーです。はい、始まりました、ゆうぴーのリクエストコーナー。リクエストコーナー、うん、勝手に始めちゃいました。リクエストコーナーでございます。以前ね、ゆうぴーさん、部屋の紹介をしてくださいというコメントをいただいてですね、僕がこの家に引っ越した直後に一回部屋紹介の動画を出したんですよ。で、その時の動画はこれ、動画説明欄の方にもリンク貼っておくんで、そこからでも見てください。なんか背景違うでしょ、いつもと。で、また模様替えしちゃったんですよ。だからもう模様替え大好きなの俺、常に新鮮な気持ちでいたいみたいな、そういうのがちょっとあってですね、ちょっとこのタイミングでちょっと部屋の紹介をね、またやりたいなと思いますよ。 UP チャンネル。はい、遠くから見るとこんな感じでございます。机があって、ソファーがあって、テーブルがあって、テレビあって、その奥に、なんだ、ベッドがあると。これがキッチンでございます。まあね、いろいろありますよ。ここね、調味料、俺料理がするんでね、調味料をガッと揃えたりとかね。で、ここに松の実があったりとか。で、これ以前紹介した蜂蜜とかね。で、まあ僕のデスクはこんな感じでございますよ。 iMac がね、こうありまして、ここにお酒を置いたりとか。なんか適当ですよ、もう適当ですよ、この辺適当ですよ。で、あとはね、このストリング、以前紹介したストリングカーテンをまたいで、こうやってベッドがあると。で、これがあれ、リスナーさんからもらったもの、ゾーンでございます。こう、なんていうの、リスナーさんからもらったね、こう手紙だとかは全部ここに置いてます。もうでもそろそろちょっと、あ、ほらほらほら、倒れちゃう。間接照明バージョンはこんな感じですね。まあだいぶ雰囲気がこう変わる感じですよね。はい、クラブモード。ディスコディスコワンルームディスコ。UP チャンネル。どうだったでしょうか、僕の部屋。14畳ぐらいあるから、最初広いって思ってたんですけど、家具を置けば置くほどね、狭くなってきちゃうよね、やっぱりね。だから次住む部屋は、まあもう一部屋、寝室みたいなのが欲しいね。やっぱベッドで場所取ってるから。まあ、半年後か1年後か、それぐらいにまた部屋の紹介動画出したいと思うんで、またチェックしてください。というわけで、ゆうぴーでした。またね。パソコンの方はこのボタンから、スマートフォンの方は動画の下のボタンからチャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちらです。